どうもジャリアス。今日はですね、今話題のゾゾスーツについて、誰よりも早く動画にしたく思いまして取り急ぎ動画を撮ります、そしてアップしますということで、ゾゾスーツについて話したいと思ってます。昨日ですかね、11月22日、ゾゾスーツが発表されました。以前からですね、前澤さんがマスタートトゥデイの社長ですよが、なんかプライベートブランドやるっていうことを言っていたりとか、フィット感が鍵になるみたいなことをこうほのめかしたりしていたものがようやくですね、昨日情報解禁とリリースとなりました。で、それについて思うことを僕なりに話そうと思うっていう動画でございます。ですね、一つ思ったのは、さらに二極化が進むと思ってるんですよ。二極化が、何の二極化かというとですね、一つは服好き、ファッション好き、服オタクみたいな人 と、そうじゃない人の差がさらに広がって、ここの中間層がさらにいなくなるんじゃないかなと僕は思ってます。というのもですね、ZOZO スーツを着ることによってですね、ZOZO スーツの本質はサイズのデータだと思ってるんですよ。やっぱりそこじゃないですか。本人も知ることができますし、 ZOZO にもそのデータが行くと、そこだと思うんですけど、人々がですね、自分の本当の正確なサイズを知り、そしてそれに合わせたですね、服が、買えると、完全パーソナル化したオーダーメイドに近いような服を買えるようになるということはですね、もうその時間もなくて、試着もする暇なくて、店頭に行く暇もない、そういう人たちはもう絶対そっちを使うようになると思うんですよね。もうだってそうでしょ、そんなね、わざわざこう試着したりとかサイズ合わせたりとか、そんなもん気にする必要なく ZOZO で買えるわけですから、自分にぴったりのものを買えるわけですから、多くの人はそっちに流れるんじゃないですか。もしかしたらユニクロとか今まで買ってた人に関しても、ユニクロもさ、サイズで言うと SML XL が基本なわけじゃん。でそのサイズに、どうしてもこうやっぱ何て言うかな、違和感覚えてた人とか、なんかな、 S だとちょっと肩幅が、でも M にするとこっちがとか、なんかそういう人が結構その ZOZO の方に流れるんじゃないかなと。多分価格もそこまで高くないでしょうし、ってなると服にあんまり興味がないというか、服は最低限でいいって人は多分そっちに流れる。で、一方服オタクみたいな人たちっていうのは、結構着た時のシルエットとか素材感とかディティールとかにすごいこだわる人ですからね、僕も含めて。だから ZOZO スーツが出たところで、自分のサイズを把握するっていうことはいいかもしれないけど、じゃあそれで 100% ね、店舗に行くことをやめたりとか、じゃあ ZOZO スーツを使って自分の体をサイズするデータ取ったかもしれないけど、じゃあ買い物するのが必ずしも ZOZO かとか、 ZOZO っていうブランドで買うかっていうと、多分また話は別なんじゃないかなと思います。なのでよりこうね、ガッと二極化する気がします、これを機に。でもう一つの二極化があって、これは本当に何て言うかな、物とことの二極化がさらに進むと僕思ってるんですよ。サイズが合わなかったらどうしようっていう不安が消えるわけじゃないですか、 ZOZO スーツの登場によってね。自分のサイズを把握して、そのサイズに合ったバシッと決まったサイズが来るわけですから、サイズ合わなかったらどうしようっていうような不安がなくなった時に服をネットで買うっていうことのハードルがまたさらに下がるというわけですよ。っていうことは、より多くの人がですね、服だけだったらネットで買うようになると思います。もっともっとよりハードルは下がるんじゃないかなと、今まで以上に。ってなってくるとですよ、もう物としての服はネットで買えます、買えるようになります。何不自由なく、多分これからより一層。なぜなら ZOZO で買わなくても自分のサイズが分かったら、なんとなく分かるじゃないですか、後悔の可能性が低くなるわけですよ。なのでネットで買う人はさらに増えるでしょうと。そうなったら何度も言うんですけど、物はネットで買える、 ZOZO で買えると。物質としての服は
ZOZO で買えるとってなったら、リアル店舗の方はどうしたらいいかっていうと、より一層こと物だけじゃなくて物だけを売ってたらもう ZOZO に勝てませんから、ことその物の先にあること何かっていうような価値をこう付加できるようなものがないと、より一層ですね厳しい戦いになるというわけですよ。僕らみたいな、小売業界セクトショップみたいなところはより一層ですねことっていうところにフォーカス しないと、まあ、前も動画出しましたけども、より一層淘汰が進むなと、グッと、これも二極化が進みますよ。多分物を売ってる ZOZO とことを売ってるそれ以外のお店とガッとこうまた分かれる気がします。で、そういった中で従来型のやっぱりその何て言うかな、時代に合わせない商売のやり方をしていると、もう一瞬で多分やられるなというのが今回のですねこの ZOZO スーツっていうのを登場によってより一層加速するんじゃないかなと、淘汰が加速するというか、一つこれもね、また時代が変わる可能性は非常に大きいです。うん、それは僕らみたいなそのセレクトショップと ZOZO とかっていうあれじゃなくて、ファストファッションとかも含めて、うん、ファストファッションもぶっちゃけ、影響は大きいんじゃないかなと思ってます。まあ、ちょっと話ずるけど、ファストファッションがなんで影響大きいかっていうとね、だって価格がそんなに多分変わんないと思うんだよね。 ZOZO のプライベートブランド、まだ商品出てないから何とも言えないけど、でもそんな高い値段出してこないと思うんだよね、うん、ZOZO のプライベートブランドって。しかも、誰もが1万円を持ってるようなベーシックなアイテムを、作りますと。つまりはまあ定番アイテムですよね。リアルクローズを作るわけです。それを、その人に合わせたようなジャストのサイズでほぼオーダーメイドみたいな感じで作るってなると、で価格が変わんないってなったらどっち取りますかって話じゃん。完璧なサイズで届くものを取るのか、ね、もう既製の SML、XL で作られてるものを取るのか。ってなったらね、オーダーメイドって強いんですよ、正直。だからね、そういう風な考えになってくると、ぶっちゃけ、今の、まあ、ファッション業界の構図というか、勢力図みたいのも、一気に変わる可能性は出てくるなと、うん、思います。はい。ただその中で僕らみたいなセレクトショップもね、うん、まあ、この変化をどう捉えてやっていくかですよね。やっぱり敵と見なしてね、あんなもんダメだとかやめろみたいな、そういう変なその時代に抗うようなことをしていては絶対にあかんと思いますんで、うまくですねメリットを享受できるように考えつつ僕もやらなければいけないなと思ってますが、まだまだまだそのなんかZOZO スーツの全貌がね明らかにされてないというか、プライベートブランドの ZOZO もそうですけども、まだまだ分からないところがあるので、現時点での情報を踏まえた僕の意見ですけども、取り急ぎ動画作りました。はい、そんなところです。まとまってなかったかもしれんが、以上です。ではまた。